朗報、日本人サッカー選手、世界のリーグで活躍するのが普通になる。歴史上一番すごい節、このメンツに入ってないとか、伊藤はどうしたんだ。確かにこれはすごいな。三笘決めてたらどう、一周に次第で日本人がゴール決めてたんだな。過去最高だな。さすがドラえもんの誕生日だけある。でもテレビで報道されるのは竹だけなんだ。どうやすは我が国の代表の10番も無双したよね。みんなすごいな。かまたのが勝ちは一番ありそう。スパーズ、ソンフンミンハットトリック。この一人に全て吹っ飛ばされて負けている事実をしっかり見よう。現実逃避力ないです。おまけ、遠藤、富安は完全に2軍になりましたね。スタメン別棒、森安嬉しい悩み。ワールドカップ突破する日も近いな。